フレアや CME のシグナル、太陽電波バースト。太陽フレアや CME の発生は同時に強い電波放射を引き起こします。この電波放射は太陽電波バーストと呼ばれています。非常に強い太陽電波バーストは GPS 衛星からの測位信号を受信する際のノイズとなり、 GPS 衛星を使った測位に影響を与えることがあります。一方で太陽電波バーストは CME の発生や太陽近傍での衝撃波の形成、それらの伝播速度などを知る手がかりにもなり、宇宙天気予報のための重要な観測データの一つとなっています。現在、情報通信研究機構では観測できる周波数範囲が異なる3基のアンテナを用いて太陽電波バーストを観測し、太陽フレアや CME の発生のモニタリングを行っています。太陽電波バーストの観測データは太陽フレアや CME の発生や伝播の研究にも役立てられています。